思い出のツミプラレ流衆。バンダイ、スパイラルゾーン、スパゾンクラブ、スカイハウンド。時は1985年。悲しいかな。ガンプラブームはすでに過去のものになっていた。こいつアドゲンカセントいかん。ガンプラの先を行く商品を生み出すべく、ガンプラブームの立役者とも言える、ストリームベースの小田正宏氏、ガンダム漫画や、ゼータガンダムのデザインワークでおなじみの近藤和久先生、メカニックデザインの第一人者だった大河原邦夫先生など、バンダイさんと関わりが深かったスタッフが集結。なんやかんやで、アクションフィギュアシリーズ、スパイラルゾーンが誕生するのであった。スパイラルゾーンとは、1985年にバンダイさんが発売したアクションフィギュアと、その関連アイテムを軸としたミリタリズムあふれる玩具シリーズなのでおます。ストリームベースの小田正宏氏と、漫画家の近藤和久先生による企画には、大河原邦夫先生もデザインワークに参加し、当時としては、極めて画期的な商品が発売されたのでございます。そうだ、その通り。その背景には、昨今の、ガンダムシリーズをはじめとするリアルロボットアニメの影響により、ホビーユーザーも、ガンダムの初期案のような、SF 色の強い表現を受け入れられる下地が出来上がっていると判断。ガンプラブームも過ぎ去り、関連商品の売り上げに陰りが見えていた時期だけに、ガンプラの先を行く造形物を生み出し、アピールしようという思惑があったのですよ、初見さん。そうだっけ？だが、しかーし、アクションフィギュアが数点と、プロテクトスーツなどのユニットが数点発売されただけで、商品展開が終了しちまったのだよ。残念無念冷やそうめん。人は言う。バンダイさん、ちゃんとアンケートを取ったのだろうか。正直なところ、80年代末期のバンダイさんのオリジナル企画は、よもすえな企画がてんこ盛りだったもんざいもん。当時のバンダイさんといえば、アニメや特撮の反剣キャラクターでブイブイ言わせるイメージ。スパイラルゾーンも一部のコアなファンには受けたものの、巷の連中にしてみれば、組み立て式の高価な玩具を買うより、大流行していたファミコンのソフトの方がマシだったかもしれん、かもしれん。その後、出来の良いアクションフィギュアは、フルアクションセイントシリーズや、仮面ライダーブラックのフルアクションフィギュアに転用されて好評を博し、SD ガンダムが流行った時期には、SD ものの関連商品として、対象年齢を寸下げた感のある、スパゾンクラブが展開されたわけですな。実に、ウルトラマンクラブや仮面ライダークラブと同時期の商品で、ガシャポンなんかもそこそこ人気だったのは確かやね。SD 人気も相まって、当時を体験した方々からの評価も高い一品なのでござりませう。そんなん、嘘っぱちだー。時は1988年、バンダイさんから、スパゾンクラブシリーズ、スカイハウンドが発売される。この商品は、これまで発売された SD タイプのスパゾンフィギュアを乗せて遊べる豪華仕様のキットで、フォーウィールドライブのフリクションメカを新設計し、弾丸発射機構を前後に搭載するなど高い完成度を誇った。しかし、まさに同時期、時代を変革したと言われた名キット、タミヤのレーサーミニ4駆、アバンテジュニアが発売される。これにより、オフロード仕様のキットは窮地に立たされるのであった。キットの値段は500円。1988年12月頃に発売されたキットだよん。バンダイさんのアクションフィギュアシリーズ、スパイラルゾーンを SD 化したプラモデルシリーズは、プロテクトスーツを装着した状態のフィギュアを主力商品として展開され、そのフィギュアを乗せて遊べる豪華版の戦闘車両、ファットリンクス、ツインビーグル、スカイハウンドが発売されたのでございます。その、通り。強行偵察戦闘車、スカイハウンドは、プロテクトスーツのヘルメットとレーダーを直結し、情報を目で見るように感じ取れる究極の偵察メカでして、ヒューマンレドームイメージブースターを搭載した、ハイテク強行偵察戦闘車なんどすえ。名称からして、知ってる単語を無理やり繋ぎ合わせたような、いかにも昭和って感じが素敵、素敵すぎ。誕生した背景としては、ゾーンとの戦いが膠着状態に陥る中、より効果的な作戦立案を迫られた作戦本部が、前線から有効な情報を持ち帰るために開発された、強行偵察を主任務とする戦闘車両、ってな感じやね。二人乗りで、ひときわ目立つレドームの他は、全部に設置されたツインガンとサブマシンガン、逃走用と思われる、後部のスモークディスチャージャーが大きな特徴。キットは、バリバリのオフロード仕様で、オリーブドラグのランナーが3枚、ゴムタイヤが4個、スプリングも4個、動力として、新開発のハイパーフリクション。それに、マーキング用のシールがついているのよ。まあ素敵。ツインガンとスモークディスチャージャーには、スプリング式の弾丸発射機構が内蔵されておりまして、ツインガンからは BB 弾。スモークディスチャージャーからは煙幕弾。というか、ただの弾丸が発射できるのですよ。パナイネー。
フィギュアとしては、ハイパーボクサータイプの頭部が1個だけ付属し、それを座席に差し込む仕様。隣のコマンダーシートに、別売りのスパゾンフィギュアを乗せて遊べる点が売りの一つなのだけれどもね。なんつーか、人気が今一つだっただけに、バンダイさんの目論見通り、スパゾンフィギュアを乗せて遊んだ奴がいたのかどうかは微妙なのだよ、おっかさん。むしろ、ガシャポンの消しゴム人形を乗せてる奴は、たまたま見たことあるぞと言っとこう、まる。特筆すべきは、バンダイさんのキットとしても珍しく、動力として、新開発のハイパーフリクションを実装してるのですよ。まあ素敵。こいつは、玩具とかでたまに見られる機構でして。玩具を接地面に押し付けながら動かすことで、車輪に連結されたフライホイールが回転し、フライホイールに生じた慣性モーメントによって、車輪の回転を維持するという半端ねえシステムなんどすえ。動かした感じとしては、ゼンマイともモーターとも異なる走行感は微妙。どちらかといえば遅く感じられ、一応、アクロでもそこそこ動くものの、走行距離が短いのであんまし意味はございやせん。ハイパーフリクションが構造的にも丈夫ですので、持ちが良いという利点以外は、おすすめするポイントに困るのが実情なのだよ。あいたたたー。そんなん言っても、しゃあないねー。思い返そうそうしあう。当時の模型店としては、バンダイ製のキットでは、初期の BB 戦士や、セイントセイヤの関連商品が売れ筋だったんだけれどもね。でもね、まあ、なんだ。時は空前のミニ四駆ブームだからして。模型店の入り口周辺にはミニ四駆のレース場が組まれるのは当然、そのスペースを確保するため、ガンプラなどはプラモ売り場の奥へと追いやられ、その隣あたりに、スパゾンクラブの商品なんかが置いてある寸法でしたとさ。売れ行きの悪いゲゲボマ銃なんかはワゴンに積まれ、それでも売れなけりゃ、正月の福袋の具になる運命だったのですよ。悲しいねー。当然ながら、このキットが、当時のミニ四駆の基本仕様である、オフロードも兼ねる仕様を踏襲している点は、一応、バンダイさんもガキンチョの思考を考慮しているというわけですな。ところがギッチョン、1988年12月、まさに、このキットの発売と同時期、ミニ四駆の革新的な名機、レーサーミニ四駆、アバンテジュニアが発売されることで状況は一変。コロコロコミックなどで公開された改造テクを用いてフルチューンしたミニ四駆を、無改造のアバンテジュニアが周回遅れにする様は、瞬く間にガキンチョを虜にし、他のプラモデルなんて目もくれないありさまだったものよのう。だもんで、正直にこんなキットも売ってましたよとか言ってもね。普段は縁のない、売り場の奥にあるのだから知ってるはずがないざんす。バンダイさんも、せっかく新機構を開発したのに盛大にこけた感じが半端なく、模型店で見た印象じゃ、ガンプラを買いに行った連中がたまに買っていった感じだった予想だった。バンダイさんが発行していた模型情報とかも買ってるあたり、マニアそうなのは間違いねえかと思いやす。そうだそうだ、そうかもしんない。ちなみに、ツインビーグルとスカイハウンドが、ハイパーフリクションを実装するタイプで、ファットリンクスだけがモーターライズで値段も900円と高いのですよ。参ったね。やはり、当時を知るモデラーを中心にコレクターは少なからずいるらしく、大抵、1000円から4000円くらいで取引されている印象ですな。そうですな。小粒ながらジオラマの部としても上等の部類で、動力部が丈夫なので、多少、フライホイールが錆びていても走行に問題はございません。ただし、ゴムタイヤが硬くなっている場合、ホイールにはめると割れることがあるので、他のキットのタイヤで代用するのが鉄板なのだよ、こんちくしょう。後に、アメリカで作られたアニメが日本でも放送されて、懐かしくなって模型店へ行ったら、まだキットが残っていて、嬉しいやら悲しいやら複雑な感情を抱いたモデラーもいたそうな。とにもかくにも、アメリカの方じゃ人気でも、日本での人気は微妙だった作品なのでござんすよ。はい。そうかそうか、よかったね。次回のキットは、これだ。